随分と賑やかだな。だって学園祭だもの。嬉しい。そうか。あれ、君、井出口さん。井出口マリアさんじゃないですか。クラスメートの鶴巻翔太です。覚えてる。こんにちは。学園祭来られたんですね。ありがとう。そちらの方は。いえ、私は彼女の主治医で宮司キリヒトと言います。ああ、そうなんですね。それじゃあ今日は。ええ、ありがとうございます。ほとんど登校していないのに。あの人、私の車椅子を押してくれたことがあるの。なるほど。では彼の勧めに従って。少し仕込みをしようじゃないか。試験管の中で何か動いてる。ああ、帰宅部にとっては最後の祭りになる。存分に楽って。お化け屋敷、甘く追加してほしいそうです。お客さんがすっ転んで窓に貼ってたのが破けちゃった。え、暗幕は使い切っちゃってるでしょ。でも窓を塞がないとお化け屋敷が成立しなくないです。あ、どうしよう、キリコちゃん。パニックになんないでよ。どうしようかな。あ、確かに英検に余ってるかもしんないですね。先輩、頼りになります。じゃあニコ、ちょっと行ってきます。よろしく。お疲れ様、二人とも。ああ、マリア先輩。宮迫さん大丈夫？いや、ほんと最悪ですよ。他の委員の人も何かと私に対して。でも皆さんを引っ張ってる時の宮迫。何よそれ。実行委員忙しそうだな。ほんと殺伐としてんな。そう、朝一顔だけ店に来たけど。銀先輩。じゃ僕は行くけどさ。うん、期待しとく。大変大変。今度はどうした。演劇部と軽音楽部が一触即発。ステージの時間割のことで。はあ、もうとっくに気分をする。ニコじゃ舐められるから私が行く。あと男子誰か。あそこの二人ちょっと来てもらえますか。おお、キリコちゃんかっこいい。じゃあ先輩、残された者同士でパンフレットを折っちゃいまし。受付に置いといたパンフレットがそろそろ足らなくなっ。ニコの華麗なパンフレット折りを見よう。シュババ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 。学園祭実行委員の皆さん。お、何やらちっちゃい美少年が。ええ、校内を見回っている最中に。案内ありがとうございます、鶴巻先輩。何、遠慮はいりません。なるほどなるほど。精神年齢は。それはどういう意味ですか。そうだ、せっかくお友達が来てくれたんでいち、ぜひ一緒に。チラシよりこれくらいの量なら一人でパパッとやっちゃいますから。ここはニコにお任せです。お任せください。一個貸しですからね。せっかくですし。先輩、いい響きです。俺が学士ならこのお祭り騒ぎに乗じて動く。しかしさすがに彼らも普通だな。だがお前たちがあったという。じゃあ行きましょう。それでは。行ってらっしゃい。よっしゃ、うん、まい棒2本目ゲット。おめでとう。今の難しかったのに。くぅ、俺も一個くらい。このクラス。ここはクイズ選手権を行っているクラスです。ふん。皆さん、これから。よし。では
次の問題。なんて読むのこれ。化学式 C11H17N3O8 で表される鎮痛剤にも。フグ毒ってやばいやつだよね。これ聞いたことがありますよ。テトラドトキシン。あ、リュウトちゃん正解です。あ、なんだリュウトちゃんには簡単だったか。問題です。心理学用語でゲシュタル。すごい、これも簡単。それじゃあ次はとっておきの難問。問題です。アインシュタインが物理学者ボルンに宛てた手紙で。神はサイコロを振らない。すごいっす。何者。天才。今の問題クイズとしては別。リュウトちゃん、あのさ、この世界年齢通りじゃない可能性もあるんだから。クイズ。まさに本当だ。それあ、兄貴のクラスはもういいのですか。うん、次のクイズからは別の子がそんないいものか。すべてイミテーションだろうな。ん、この曲は知ってる。キューピーの曲でしょ。キューピーちゃんの曲は女の子に人気があるよね。クラブイベントか何かですかね。学士の仕業か。まさか。が、なぜだ。こんな派手なこと。リュウトちゃん、全員。全力で行くぞ。手加減はなしだ。
全力で行くぞ。手加減はなしだ。しばらく反省なさい。よし、みんな大丈夫？まだ油断はできませんよ。これじゃあ、いったそ。ああ、敵が途絶えないならば。確かに。でも戦えない理由。リュートちゃん怖いよね。大丈夫だからね。怖がってるわ。しっかりしろよお前ら。仮にも俺の先輩だろ。何なんだよ今の効率の悪い戦い方は。リュートちゃん。おー来たねリュート。来てるよ。揃いも揃ってバカばかり。お前たちに任せてたらいつまで経っても現実に帰れるわけがない。やはりどこでも変わらないか。俺がやるしかない。言ってることは気になるが準備万端のようだな。 Are you ready? Go live! これがカタルシスエフェクトね。リュートちゃん無理しちゃって。平気。大丈夫。俺なら全力で行くぞ。手加減はなしだ。全力で行くぞ。手加減はなしだ。こんなものか。なかなかいや。まあ大体強かったですね。とってもここいいんだよ。俺なんて本当可愛く。さてどうするかな。4人で放送室を見てくるか、帰宅部の合流を優先するか。部長はどう思う？まあそれも悪くないが、確実性がない以上。じゃあ早速。場所はさっきの学園祭実行委員の本部あたりでいいか。そんじゃ行くぞ。
ベントが始まるよ。あ、わて、コクってラブラブぴったん、男女がカップル成立を目指す。うわ、君の学生が集まればいけません。ちょうどに、いや、俺たち、ココアちゃん、もう始めちゃおうよ。別室待機中、人が足りなくてもよくない？わあ、コバトちゃん、ぎ、待て、風祭り、はーい、これよりイベント。じゃあ、電気つ…これは…ようこそ、帰宅部のみんな。あ、は？何？お前が学士…そういうこと。ココアが学士、キューピー。学士なんて、まさか噂の帰宅部がクラスにいる。こっちのセリフだな。キーだっけ、うまいこと隠してたから。部長たちが校内で戦ったと言っていたマリオヘ。そういうこと。悠長なことだな。今まで何してるんですか。ふざけんな。こっちはもうせっかちだな。でもここでココアを倒してもあまり意味がないかな。この仕込みをするためにやりたくもない。わかるよね。先にあなたたちの正体を見抜いて。そんなもの。待った。そういうこと。ココア、あなたたちと積極的に敵対しようと思う。その話が。条件はね。え、誰かココアと付き合うなら他の学士には。どう？ココアがここにいる目的は一生のパートナー探し。正直リ、こんな学士もいるのか。はいはい、もちろん小畑先輩も。こんな可愛い子と付き合って、そのついでに見逃してもらえるとかさ。もうほんと小畑先輩って。盛り上がっているようです。ま、いいんじゃない。今時はネットで出会うのも当たり前っていう。それじゃあマッチング成立なるか。出会いイベントのスタートだよ。あ、マッチングなら今成立したじゃん。だけどお付き合いするなら。だから小畑先輩、これからココアの質問。まあいい。それじゃあまず現実での年齢を教えてくれる？あ、理想は20代後半から30代までってとこだけど。それ、あ、他の人たちには聞かれたくないか。あとはそっちにアンケート用紙があるか。ちなみに、え、普通だよ。当然ながら年収も聞いておきたいじゃん。あと重要なのは家族構成。長男はできるだけ遠慮したいし。そうだ、海外転勤の可能性があるのかも教えてほしいな。ああ大丈夫大丈夫、今はそんなにでも。ふざけんな。風持つ年収だ、勤め先だ、言うにこと書いて将来性だ。うるせえんだよ。はあ、あ、今声が。やっかな、山本さん。逃げましたよ。そう簡単。全力で行くぞ、で行くぞ。はっ、よっしゃ、はっ。マリオヘッド、どうなってるんですか。あのね、ココアちゃんは学士で。山本さんが。でもこの事態に気づく。ワイヤーを見て実行委員の本部に行こうとしていたら。ああ、よかったら。そうでもない。おいガキ、なんとなくけ。お願いします。まあありがとうございけど帰宅部に。ではノート。
というわけで2年の山本子、男探しのために学士になったの？なんかいろいろ納得したわ。それでどうすんの？これからこの曲止めるしかないんじゃね。コバト先輩、ココアちゃん、それは過去の話だな。キリちゃん、キューピーがどこに行ったかわからん。奴の目的は果たされていない。そうね、どっちにしろ。全力で行くぞ。まだまだ成長するものね。